高木義明の名前もあります。キーとなっているサブのメンバーです。ホームのアルビレックス新潟のボールでスタートをします。キックオフの声援が吹かれました。左にエンド、オレンジを基調としたシャツがホームアルビレックス新潟。ああいうところなんかも長倉であり稲村の良さですよね、はい、さあ長倉から左サイドに持っていく谷口、中3枚オレンジのシャツ、さあポケットのところからマイナス浮かすヘディング、ここは最後オロメヘッドでした。オール選手的にはもうちょっとこう、ね、ジャストミートしてヘディング入れたかったなっていう場面だったんじゃないですか。まあ、新潟とすると結構ありますもんね、チャンス作るけどここ決めきれないっていう、はい、さあ長倉のボールが開く、さあボールこぼれている、ボールは割っていないのか、もちろん VR で判断をしますが、ちょっと微妙なところだったと思いますけれども、あ、ゴールです、ゴールです、ゴールイン、ゴール割っています、決まりました、先制新潟。小野が決めたのは大きいんじゃないですか。そうですね、はい、これエリアの中前を抜いてシュートだ、振り向いてのシュートでした鈴木明人。さあここは宮本から、そして秋山、まあ、相手から見ると対戦相手のもバリエーションが増えたということになるわけですからね。さあグランドのボールインに入って長倉、簡単に見事なゴール、橋本から受けた長倉、見事なコントロール、ゴールネットを揺らしました。追加点ホームアルビレックス新潟。いや、このゴールまたもちろん見事なゴールだったですけど、はい、そして宮本が蹴っていったところで前半終了の笛、大きな拍手が送られています。殿下ビッグサンスタジアムですの、あ、スイッチのところは一つあると思いますね、はい、でもう一つは大野のところはこう後ろからこう積み上げていく、この作業がメインだと思いますね、はい、今だったらより海外も近くなりましたからね。そうですね、期待したいですけどね。さあ斜めの角度からのフリーキックということになります。直接狙ったナイスキーパー上福本、まあ、彼のクオリティからするともっとそのゴールにこう絡んでいく力がある選手ですからね、はい、さあここは稲村から、おっと谷口にボールが出た、狙っていく、ノーサイド打ち抜きました、大きな追加点、3点目が入りました。2-0 の後はなかなか次の得点が来ていなかったんですけれども、大きな得点、アルビレックス新潟入ります。では J2、2021で13得点をマークしたというシーズンもありました。さあ3点追いかける展開になったのが湘南、2球とカットインをして打てないか、そしてルキアンダー、クロスバー、惜しいシーンでした。湘南ベルマーレ、レビューが終わりました。どう判断するか、神田主審カードに手を当ててレッドカードです。ルキアンは一発レッドの退場ということになります。そして鈴木明人、高橋直也下がって、根本と阿部が入っているというのが湘南です。まあ、そして鳴岡さん、新潟太田は今日怪我からの復帰戦でしたけども、いかがでしたか。小野瀬、大野から畑へ、畑対長谷川匠というところですが、切り返す、畑からクロス、阿部のヘッドだ、1点返しました湘南ベルマーレ。新潟のクリーンシート4試合連続はならず、1人少ない湘南、1点返しました。もう一度小野瀬、ポケットのところ、さあコンプラシュートに行きましたけど枠に持っていけませんでした。根本です、いいと思いますよ、うん、そしてここで長い笛で、結局は3対1、湘南も1点は返しましたけれども新潟勝利。